東京駅駅前のビルの広場に不思議な空間が出現し、通りかかった人を驚かせています。今日は時空を超えてかの有名なアインシュタイン博士の研究室にお邪魔しています。でも実はこれ平らな絵なんです。昨日丸の内オアゾ1階の広場に突如現れたこの不思議な絵、 3D アートと呼ばれる立体的に見える騙し絵なんです。アインシュタイン博士にインタビューしているように見えますが、見る位置を変えますと全くの平面になるのです。面白い。実際にこの作品を見た人は、面白いなと思って、これ立体的になるんだねっていう。どうしてなるのか分かんないね、これ。すごい立体的に見えるのはすごいびっくりしたんで、なんかもっといろんなパターンがあったらもっと見たいと思いました。この作品を描いたのは 3D アートの世界的第一人者、アメリカ人のカート・ウェナーさんです。20年以上前に 3D アートの世界に入ったウェナーさん、作品には哲学的な意味が込められていました。I think the point is to understand that the what we see in life is very much related to exactly how we see it or where we see it from. この 3D アートはあさって7日日曜日まで見ることができます。